お疲れ様でございます。今日のねお話はこちらでございます。ということで、これ全国じゃないの、実は地域限定のお菓子をね3つご紹介してみたいと思います。まあね、ちょっとねもう写真とかね出てますんでね、まあこれからお話しする内容ね分かっちゃうかもしれませんが、まあ、ね、子供の頃ね当たり前のようにね食べたお菓子、大人になってもね食べてたお菓子、実はこれね、まあね全国でね売られてるもんだなというふうに思ってたんですが、実はこれね地域限定だったっていうねことをね最近ね知ったねお菓子がね3つございました。そんなねお菓子をですね今日はねご紹介してみたいと思います。まずねちょっとね簡単に私のねプロフィールをねご紹介すると、私ね、高校時代までね、高知県でね生まれ育ちました。そしてね大学でね、まあ高知を離れ、そしてね今ね、まあ、岡山県っていうところにね住んでるんですが、ほぼねこの人生のね大半をですね西日本でね過ごしてきたんですが、まあそんなね西日本で過ごしてきた私がですね、これ全国じゃなかったの、まあ今までね子供の頃とか大人になってもね食べたお菓子なんだけど、もう完全にねこれね全国のみんながね食べた、全国のみんなが知ってるもんだとね思ってたねお菓子がね3つございました。今日はねそんなねまあ、お菓子をね3つご紹介してみたいと思います。じゃあね最初にねもうご紹介するとですね、1つ目が丸川のガム、そしてね2つ目がぼんち揚げ、そしてですね3つ目がおにぎりせんべいでございます。じゃあそれぞれですねご紹介するとですね、まず1つ目丸川のガム、こちらでございます。こういうガムね皆さんもね見たことある方もね多いんじゃないかなと思います。丸川のコーラガムとか、これねフィリックスっていうんですかね、そしてあとねグレープ、イチゴ、オレンジとかっていうねこのガム、これね6個入りだった、6個入りですよね、いつもね私ねまあ小さい頃も、ね、食べてましたし、あとね高校生の時もねあれだな、学校の近くにね駄菓子屋さんがあったんですけど、よくね学校の帰りなんかにねこのねガムを買ってですね、まあ、6個入りだったかな、一気にね、食べてですね口の中頬張りながらね、まあ、家にね帰ったね記憶があるんですが、そんなねこのね丸川のガムなんですが、実はねこれね、地域限定のお菓子だそうでございます。まあね、私ね、そのさっきも言いました、高知に住んでる時もそうですし、あとね、岡山でもですね、このね、丸川のガムをね、売ってるので、西日本の方では、まあ、非常にね、メジャーなガムだと思うんですが、多分ですね、どうも東日本の方では、意外とね、まあ、この、ガムね、売られてないところはね、多いみたいでございます。というところでね、まず一つ目が丸川のガムでございます。そして二つ目がですね、ぼんち揚げでございます。特にね、このね、ぼんち揚げ。まあね、関西の方はね、もうご存知の方はね、多いんじゃないかなと思いますが、ぼんち揚げ。私もね、子供の頃はね、あんまりね、こう、たくさん食べたっていう記憶がないんですが、まあ、大人になってからですね、まあ、このぼんち揚げね、よくね、まあ、買ってね、食べることはね、ありますが、このね、実はぼんち揚げなんですが、関東、まあね、東日本の方ではですね、ほとんどね、認知度がないそうでございます。でね、こういう、まあ、お菓子なんですが、ぼんち揚げなんですが、実はね、東京の方に行くとですね、同じようなね、お菓子で、歌舞伎揚げっていうね、お菓子があるそうでございます。まあ、ぼんち揚げ、歌舞伎揚げもですね、両方ともね、お菓子の商品名なんでね、味がね、同じかどうかっていうのはね、私もちょっと歌舞伎揚げ食べたことないんで、わかりませんが、もうなんかね、いろんなネット情報なんかを調べると、ほぼほぼ似たようなね、ものらしいので、まあ、ぼんち揚げっていうのがですね、まあ、関西の方ではぼんち揚げっていうんですが、まあ、関東の方ではですね、ぼんち揚げではなくてね、歌舞伎揚げっていうのかもしれないですよね。ということで、まあね、このぼんち揚げっていうのはね、もう本当ね、日本全国で売られてるもんだと思ったんですが、実はぼんち揚げね、という言葉自体に知らないという方もね、いらっしゃるということで、これはね、非常に驚くでございました。そして最後、3つ目なんですがね、これがね、まあ今回のいろんなね、お菓子の中でね、一番のね、衝撃的でございました。おにぎりせんべいでございます。おにぎりせんべい、これね西日本の方はねもう誰もが知ってるかと思います。まあ、子供の頃もね食べましたし、大人になってもねスーパーなんかでね、まあ岡山で、私住んでる岡山なんかでもスーパーで当たり前のように売ってますんでね、みんなね誰でもねこの西日本の方はね食べたことがあるっていうねおにぎりせんべいなんですが、実はね東日本、特にですね東北だったりね北海道の方ではねもう極端に認知度が低い、まあねほとんどね売られてないそうでございます。まあねこれおにぎりせんべいというのは確実にね、まあ日本全国でね売られてるもんだっていうふうにね、まあ、当たり前のようにね食べたんでね、絶対に売られてるもんだっていうふうにねまあ思ってたんですが、実はね東日本の方ではね、あんまりね知られてないそうなんですよね。これはねちょっと衝撃的でしたね。
このね、おにぎりせんべいね、めちゃくちゃ美味しいんですよね。これね、食べないとね、人生損してるんじゃないかなというふうにね、まあ、勝手にね、思うぐらいですね、本当にね、美味しいせんべいなんで。いやー、ちょっとね、これはね、驚きでございました。ということでね、まあ私はね、あくまで前、西日本に住んでるんでね、西日本にね、住んでる人間から見てね、これね、全国じゃないのっていうね、お菓子をね、今回ね、この丸川のガム、ぼんち揚げ、おにぎりせんべい、このね、3つね、ご紹介させてもらったんですが、逆にね、東日本に住んでる方でね、これ西日本で、ではね、全然知られてないの、売られてないの、そうなのって、普通これね、めちゃくちゃ、メジャーだよとかね、人生あなたたち損してるよっていうね、お菓子なんかもね、あるんじゃないかなと思います。ぜひね、そんなお菓子ありましたら、ぜひね、このコメント欄の方でもね、コメントいただければなと思いますんで、一回ね、ちょっとね、そういった情報もね、私もね、まあ、ずっとね、西日本に住んでると、あんまりね、そういったね、東日本ではメジャーなんだけど、西日本では全然知られてないお菓子、どんなものがあるかなっていうのはね、まあ、非常にね、興味がね、あるところなんでね、ぜひね、コメント欄の方でね、まあ、コメントいただければなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、これ全国区じゃないの、実は地域限定のお菓子をね、3つご紹介しました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。